ラビオン。はい、始まりました。 Nintendo 64ポケモンスタジアム2。皆さん64言いましたか？64、あの64で多分この動画のピークを迎えたんじゃないかなと思います。今回初めてで、あ、そうか、そうか、まずすいません、ペンギンです。今回 Nintendo 64ソフトポケモンスタジアム2実況プレイやっていきます。そうですね、今回、まあ、ポケスタ2をやろうと思ったきっかけはですね、まあ僕2016年の8月に録画をしてるんですが、先月ですね、ポケモン GO というのが配信されまして、アプリなんですけど、まあ、僕はやってないんですが、そのスマホでポケモンをゲットできるというなんとも画期的なそのゲームが発売というか、まあ配信されたわけでして、で今年こう 3DS の方でも、初代ポケモン赤、緑、青、黄色が、配信、バーチャルコンソールで配信されるようになり、でさらにポケモンサンムーン新作も発売されるということで、初代というか、まあ初代のポケスタはそのトーナメント戦というか8人抜きをすればクリアという簡単なシステムだったんですね。でいろいろとこのなんかいろんな遊びが出てきたのが2からなので、今回2から実況をやっていこうと思います。話ばかりで面白くないと思いますので進んでいきましょう。はい、今回カートリッジなしでやっていきます。昔のデータがあるんですが続きはしません。でとりあえずポケモンスタジアム行きます。懐かしいね、ポケモンスタジアム、ポケモン研究所、ジムリーダーの城、勝者の館、ちびっこクラブ、フリーバトル、 GB ビル、ここのドードリオ GB ビル、ドードリオモードをやった方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。今回、ポケスタ2をプレイするにあたって、縛りを設けようと思います。今回、できる限りって言ったら縛りじゃないかもしれないですけど、レンタルポケモンのみでチャレンジしようかなと思います。レンタルポケモンでどこまで進めるか。それをチャレンジしていきたいと思います。では最初、スタジアムから。いやー、スタジアムから行く？ウルトラカップはちょっとやってまして、3つほどトロフィーがついててですね。モンスターボール、スーパーボール、ハイパーボール、マスターボールという風に、まあ、ランクというか、まあ、難しさがあるんですが、そうですね、一番最初ですから、どっちから行きましょうか。スタジアム、それともジムリーダーの城。ジムリーダーの城かな、スタジアムかな。まあ最初なんでスタジアムから行きましょうか。ではスタジアムで一番古いところから行こうかなと思います。順番的にはまあこう左上からこう行ってね、真ん中第3択でファンシー、イエロー、ウルトラという風な感じで行けたらなと思ってます。でこの任天堂カップ97なんですが、多分
初代のメンバーじゃないかなと思います。一回ルール確認します。エントリーできるポケモンは149種類、151匹寄るうちの149種類。あ、そうか、ミュウとミュウツーか。ミュウとミュウツー抜けたら149種類になるんですね。まあ、今回戻りすぎた。まあ、初代だけということで、持ち物もないですし、特性もないので、はたまた、その特殊物理の分類もかなり緩くてですね、まあ種族値とかも結構時代が進むというか、新しいバージョンになるにつれていろいろとこう変わってきてですね、まあ初代はどうかな。あら、登録がない。まあいいか、レンタルなので、レンタルで行きます。まあ、初代、149匹しかいないので、結構まあ、選ぶのは、そんなに、苦ではないと思います。サンダー、ファイヤー、フリーザーとか使いたいですけどね。あ、でもファイヤー強いなぁ。で、初代って、ケンタロスが最強なんですよね。地割れかよ、マジかよ、これ地割れ持っとんか。マジか、地割れ持っとんか。これ冷凍パンチじゃなくて冷凍ビームだったら超強いんですけどね。どうしようかな。毒子のエドリギの種のやったらしい戦い方とかもできるんですよね。そうそう、この2番目の方が強い技を覚えてるんですよね。こう波乗りとか冷凍ビームとか。まあ、ハイドロポンプも強いんですけど、ハイドロポンプ PP が5しかないのと、命中とかって考えると、ちょっと厳しいかなっていうところでもあるんですよね。ちょっとごぞごぞ見ながら。どうしようかね、本当に。ダグトリオが地震だったらすごい採用できるんですけど、穴を掘るじゃちょっと。なゴルダック良さそうですね。ユンゲラもまあまあ良さそうな感じはしますね。毒クラゲも結構強い感じですね。あ、ヤドラン強えじゃん、これ。ヤドラン強いけどな。水エスパー。まあ、弱点は電気と草だけなので、まあ、虫タイプ、ゴーストタイプはほとんど技がないと見て大丈夫なはずなんですよ。すごいね。普通に一撃殺技覚えとんやもんね。当時これ、あれ、毒って、物理でしたっけ？やべえ。なんかその辺がわからん。剣がナイトヘッドか。
あ、スリーパー入れましょう。ハサミギロチンとかもロマン砲ですけどね。ガラガラ。サイドン。お、サイドン自信覚えとる。これは強いですね。サイドン、でもまあ、パワータイプ、ちょっと一匹入れとってもいいんじゃないかなと思います。ちょっと最初なので、僕の好きな感じで、いこうかなと、思ってます。あ、スターミーいいな、これ。水タイプとしてスターミー。やっぱりスターミーって強いですよね。エスパーなので、そんなに弱点も取られないですし、戦いやすいかなと思います。地割れ。地割れ。地割れ結構、ロマン砲ですけどね。自爆カビゴン。自爆カビゴンって確かハートゴールドでしたっけ？あれのポケウォーカーかなんかで手に入るんですよね。やっぱりファイヤーですかね。大文字と炎の渦はかなり優秀かなと思います。あと2匹か。そうですね。不思議花の毒毒と宿り木の種が結構使えそうなので、入れておきましょう。あとは水タイプもいますし、炎、水、電気か。いやでも、水タイプが多分強いので、敵も水タイプとか使ってくると思うので、それに対抗して草タイプを入れたとして、冷凍ビームを耐えれるかどうかを考えると、ヤドランでもありですけどね。ちょっとスターミン、かぶるな。やっぱりタイプがかぶるのはあまり良くないので。どうしたもんかな。エレブどうやろ。エレブ素早さ137か。あ、電光石火覚えてるね。防御がないですけど、ちょっとライチュウとどうでしょうね。素早さが137か。ライチュウだった。おー、これはエレブですね。エレブ入れましょう。電気タイプエレブに決定です。さて、これでいけるかどうか。あら、全然想像したのと違う感じですね。ゴーストタイプか。ゴーストタイプというよりも毒タイプと見た方がいいんですよね、初代は。これはスターミー出る幕なさそうですね。でもスターミー出したい。メタモンは、もうほとんど、スルーでいいと思うので。素早さ的なことを考えると、スターミーの方がいいんでしょうかね。サイドン、不思議花。素早さか。マルマインの方が多分早いんですよね。と考えると、スリーパーですかね。サイドン、不思議花、スリーパーで行ってみます。さあ、始まりました。ポケモントーナメント17カップ。
今回のトーナメントにも様々な技を持ったポケモンたちが勢ぞろいしていい感じ、実況に実況が重なるという。よし、いきなり自信いきましょう。まあ先手を取られることは覚悟なので、よしよし、アイテム有効だがないみたいですね。実況に実況重ねたのもこれ変な感じですけど、ここで自陣攻撃、おーっとポケモンの選択を誤った。よし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 、あーっと早い、いきなりダウン。いやでもこれ、このそのこのポケストの実況って結構いいんですよね。合ってますし、なんか意外とバリエーションもあるので。よし来た、ゲンガー。冬なんて怖くねえよ。冬なんて怖くねえよ。地震打っちゃうだよ、地震。うわー、まあ、ヒッタ。まあまあ、ヒッタけど、こいつ S9 で、まあ、一旦、プレゼントといった感じですかね。さあ、今度は、おっと、攻撃をものともしていません。おお、おお、やるねえ、やるねえ。下で舐めるしか仕込むやんけ。さあこれは軽く当たった。交代する必要もないんで、このまま突っ張っとっていいと思います。激しい攻撃、効果は抜群だ。よし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 、残りのポケモンの数に差がついております。ここでメタモンの投入。メタモン、現在のところ残るポケモンは3。先手を取られたとして、こっち岩地面になるので、地面岩か、地震が多分抜群で入るとは思います。おお、サイドン無双。ここで試合終了。よっしゃ、パーフェクトボーナスもらいました。コンティニューがもらえるんですね。はい、では2人目。これもまた難しい。ダグトリオが難しいところですね、本当に。ダグトリオ、フーディンあたりが辛いですね。今回ファイヤーが結構刺さってますね、敵に。ファイヤーか、ファイヤー。初手フーディンできそうなんよな。まあ普通にファイヤー、ファイヤー、ファイヤー先手、スリーパーかな。催眠術夢食いは使わないので、毒ガスで相手を毒にして、フーディンをどうするかですよね。早いですしね。フーディンが多分ネックですね。フーディンに対抗するためにスターミー入れたところで有効打が取れるのはダグトリオだけか。エレブじゃあ、エレブで電磁波入れたとし、いやでもダグトリオ出てきそうやね。そうしたら、難しい。ここはスリーパー。
不思議花もフーディンとナッシーで結構刺さってて辛いんですよね。ルージュラもエスパーですし、スリーパーかな。スリーパーとあと SS 関係でスターミーか。というわけでファイヤースリーパースターミーの順で入れてます。よし、ナッシーか、来たぜ。よし、どうしようかな。宿り着警戒、空を飛ぶ。いや、そうやったら交代されるかもしれんから、炎の渦、いや、大文字で焼き払うか。大文字で焼き払え。当たってくれよ。ここで灼熱の大文字。よっしゃー。ポケモンの選択を誤ったか。うおー、4残った。嘘や、マジかよ。しかも宿り木。いや、これ乱数だろう。破壊光線って命中100やっけ。なんか、確認。いや、違うな。これ見れんのやっけ。あ、見れんのか。炎の渦。命中、炎の渦の命中って85とかじゃなかったっけ。ここで炎の渦。あ、よかった、当たった。なし、51レベルやし、おいおい。考えてなかった、その辺。そうか、これ55までだったら出せるんやんけ。いや、もう S とか関係ねえわ、これ。来た、フーディン。フーディンは、空飛ぶしたところで、宿り木の種を受けるので、交代してスリーパー。ちょっとファイヤーはルージュラとか不思議花の関係上温存はしておきたいんですよ。なのでスリーパーに変更しましょう。トレーナーの指示がありませんじゃなくて考えやんやって。ちょっと待てや。ここでスリーパーの登場だ。さて何をしてくる。スプーン曲げ特殊上げてきやがったこいつ。あ、命中か。スプーン曲げは命中率が下がるのか。命中ダウンちょっときついな。毒ガス当たってくれよ。よし、うまい。さあ、両者とも激しくバトルの火花を散らしております。あとはサイコキネシスで半減半減でも削っていきましょうか。リフレクターか。壁張ってくるね。おお、得しさかった。これはうまい。しかも急所に入っとったしね。サイケ光線か。混乱注意ってところかな。よしよし、ダメージレース的には断然勝ってますので。これ毒ダメージって動いた後に入るんですね、確か。逃げた。あ、地中に潜った。で、毒ダメージ、サイコキネシス、スカサレーの、スリーパーの命中を戻す意味的で、ファイヤーに変更しましょう。まあ、地震じゃないわ。穴を掘るか。穴を掘るも、回避できますからね。外れたというか、意味、効果がない、でないとちょっとね。で、ファイヤーは温存したいので、スリーパーにちょっとワンクッション入れていただいて、毒ダメージを稼ぎます。すいませんね。ガチプレイで。面白くないだろうな、これ見よる人。でもね、毒ダメージってね、こうやって稼ぐもんやと思うんやって。マジか、急所か、痛えな。でも本当に毒ダメージってこうやって稼ぐもんやと思ってるので、僕。
猛毒状態ではないのでダメージがすごいちっちゃいんですけど、でも確実に体力は削れてるので、また急所当たったね。なんで？さあ、使えるポケモンの数に差がついている。でラストは来た来た、不思議花。不思議花毒タイプに毒、まあそんなこと関係ねえわ、サイコキネシスぶち込めよっていう話で、キネシスぶち込んでたら多分勝てると思う。あ、しかも先手取れるし。おお、いけるいける。ヤドリギ好きやねえ。さあ、これはよし、ピッめっちゃ草生えとるし。両者とも大健闘です。ここで再起です。効果は抜群だ。やったー、ここでダウンです。ここで試合終了。やったー、意外とすんなりいけよる。すげえ、意外とすんなりいけよんが不思議でたまらんですけど、まあ今回初パートということで一旦ここで中断をして、まあ次続きからやろうかなと思います。うん、まだまだこのゲーム楽しめそうなので、なんか今大人になってからやると結構面白い。これ、その今ポケモンって720体いて、その中から考える対戦よりも150体の中から考える対戦の方がなんかこう絞られて面白みが増してますね。しかもそのこれ遊んでた時って小学生とかなんだったんですけど、大人になってからそのいろいろポケモンの戦術っていうのを学んできて、まあその毒ダメージとか攻撃、まあ攻撃積む、研磨積むとか高速移動とか、なんかその辺の、まあ、高速移動は使わないと思いますけど、剣の舞は結構当時でも有効な技なので、まあ使えたら使ってっていう、なんか限られた中でどう戦うかっていうことを考えていくと面白いなと思ってます。ちょっと面白いですこれはい、では今回初パートということで2つ進めました。次はオレンジバッジでしたっけね。まあオレンジバッジとかこれ関係ないですけど、まあ3戦目続きやっていけたらなと思います。ではでは、今回はこの辺で一旦終わりにしたいと思います。よかったら続きも見てください。ありがとうございました。ペンギンでした。